雨当たんなかったラッキー。何時に頃降ったんだろう。あ、ちょうど昼間だったんか。なんか怪しいなっていう時はあったんですけど、午前中とか。カズリンチャさん、キュンキュンありがとうございます。ショコ、え、間違えショコって言っちゃった。私服マジ最高だった、嬉しい、やったー、ありがとうございます。ハンバーガー T シャツ大好きですね。今日降ってたんだって感じですよね。さしこいのちさん、シャボン玉。白畑さん、ハイビスカスありがとうございます。熱海は雷ゴロゴロ。 TVer で見ました、ありがとうございます。やったヤミヤミ、渚がヤミの理由を、し、意味を知らないことがびっくりしました。みやひろさん、キュンキュンありがとうございます。滝谷アイコラブのファッションリーダー、いや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 なんですけど。でも嬉しいですね、エクセレントいただけたのは。あの滝脇がエクセレントをいただけたのはすごく、あの、希望の光になれるのではないでしょうか。みやひろさん、キュンありがとうございます。ね、嬉しかったです、嬉しみー。ティティ姉妹でやらせていただいております。オーダーリン姉妹でもあります。私服可愛すぎてよかった、嬉しい、めっちゃ可愛かった。あれは別にセットアップじゃないんですけど、セットアップみたいに着てました。ふっかりおしゃれ女子、イエイ。スカイさん、キュキュキュ、ポールさん、クマママママ、ありがとう、クマちゃん、ありがとうございます。あ、もうあれですね、あの、バースデー配信は終わっちゃってますね、残念ながら。スカイさん、キュキュキュ、ありがとうございます。よくありん時ハンバーガー T シャツでいきました。同じやつですか、あれ、めるるさんのコラボ服なんですよ。そう、収録日は髪の毛染めた日です。やばい、くしゃみ出そう。失礼いたしました。けんけんぱさん、シャボン玉ありがとうございます。こんなこと言いたくないけど、自分も闇、え、闇の意味わからないんですか。ヤミー食べません、ヤミーって。すっきり。いただきましたって。やっぱショールーム、だってショールームする前ずっとくしゃみしてなかったのに、ショールーム始めるとくしゃみ出る。みやひろさん、キューキュキュ、ありがとうございます。大きすぎハンバーガーかぶりついて食べよう。うんぬくんぬは、あの、糸番さん、水鉄砲、りゅうさん、キューキューキュー、ありがとうございます。茶髪好きです、ありがとうございます。あれからまだ染めてないです。花粉症ではないです。りゅうさん、キューキューキュー、ヘムさん、かわいい。ありがとうございます。ショールーム始めると花粉が飛び始めます。あの格好で目の前に現れたぶっ倒れる、そうですか、今時の子あんな感じじゃないですか、みんな。おぎちゃんとの後ろ見てください、100回見た。ありがとうございます。ゆいひめさん、水玉、間違えた、シャボン玉。ひろしさん、星。トラシさん、水鉄砲。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。じゃあ一回当たりました、対戦よろしくお願いします、よろしくお願いします。てて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 
いいかぶせだと、ありがとうございます。なんか恥ずかしい。ミルテンのやつ、マジ笑ってね、なんかヤオみたいな感じのお洋服。ゾンモさん、初見こんばんは、ありがとうございます。ショコかぶせ、え、他にかぶせたことありましたっけ。忘れた、わかんないけど、ショコちゃんの今回の足すごく好き、ありがとうございます。ただしさん、かっこいい。ソナーさん、初見こんばんは、ありがとうございます。すごい、中学校のラインが動いてるぞ。ヘイブンさん、花束ありがとうございます。そして中学の友達ともラインがいっぱい。あー、これはちょっとスタッフさんからちょっと後でちゃんと返します。なんかいっぱいブーブー来てる。みやひろさん、キュキュ、ありがとうございます。内緒だけど、いつもあんな格好。あ、でもいつもあんな格好なんですけど、あの白のジージャンとあの白の短パンの組み合わせ、あ、その時は白のスカートだったかな、ジーパン生地のスカートだったかな、を前に合わせたことがあって、あ、このコーデいいじゃんと思って、そう着てたりとか。ヤミーは本当に昨日も着てたね。あのね、上着を着ない時はあのヤミーの T シャツにあの短パン履くんですけど、いつもだったら外に出したりしてるかな。上着着ない時は、上着あの白のジージャン着るぐらいの時期だったらインしてセットアップみたいな。セットアップ好きなので。テルンさん、星メタルンさん、タコケンパチさん、キンキン、ありがとうございます。ソナさん、初見ありがとうございます。可愛かった、天才、やったー。あんまり私服褒められることないし、イコラブ愛でもなんか6位とか7位とか微妙な順位だったから嬉しかった。ヘイブンさん、水でポー、ありがとうございます。ひらおちさん、水でポー、ありがとうございます。そう、かわいい。なんか結構ビッグティーは結構好きです、ああいう感じの。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。これもビッグティーなんですけど、これは外に着ていけないので、そう、短パン履いて、これはワンピースとして着て。キャンさん、かわいい、ありがとうございます。足綺麗でした、ありがとうございます。今日の私服は、あ、これを着ました。あの今も着替えちゃったけど、ね、今日はね、ちょっと待ってください。ケトゥーさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今日は私すぐ自分の私服見たり髪の毛見るときね、自分の携帯探すんですよね。今日はね、あ、この時の服、あれ、これ全身なかったっけ。これです、この洋服を着ました。セットアップじゃなくて、ワンピースじゃないんだけど、この洋服着ました。今日は平畑さん、キューキュンキュン、ありがとうございます。そうそうです、松本里香さんかぶり。どういうこと。たとえ火の中、水の中、草の中、森の中。あとジャム出演おめでとうございます。ありがとうございます。8月28日に出演させていただきます。時雄さん、キューキューキュン、ありがとうございます。なか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 大変だけど、必ずゲットだぜ。ポケモン、ゲットだぜ。いや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 。
うすらタウンにさよならバイバイ、俺はコーチと旅に出るピカチュウバンされちゃいそうテレビで抜き打ちとかされるとファッションで手抜きできない。確かに。でもやる気ない時本当にやる気ない感じ。レッスン行く時の私服とか本当にやる気ない私服かもしれない。あの T シャツ短パンとか T シャツズボンみたいな、すごい適当な服装です。歌っちゃダメだったと思うピカチュウバンされちゃダメだぞ見てるのかな逆に。今日もいっぱい走りました。ヘイブンさん音符ありがとうございます酔ってないですあの酔ったことあるのは車酔いくらいですねお酒で酔ったことはないですし、あの誕生日以来飲んでないです残念ながら。ダス。しょうこちゃん始め明日と思って私も走りました。お疲れ様でした。スタートの一杯はなく速攻でシャワーを浴びました。ここでシャワーを浴びてアイスをいっぱい食べちゃった。イケメンがバーガープリーを教えてきます。今日はマグロを食べました。マグロ、マグロだかって思ったけど食べようと思って食べたけど、売ってる中で一番少ない量のマグロを買ったんですけど残しちゃった。明日の朝食べ、トッシーさん、かわいい、ありがとうございます。今日は10キロ走ろうっていうよりかはトレーニングとかなんかまあジョグみたいな感じだったりですかね。今日は何歩かな、今日は初めて時計を持って走りました。これはこの携帯は21,781歩です。今日本日走った後ね、ちょっと用がありましたので、それその時はこの時計つけてないので、今日はねこの時計でも2万は超えてるね、はい、ですね。ちょっと一回通知を振っていいかな、ちょっととてもブー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 鳴ってるぞ、失礼しますよいしょ。そう、17日連続配信中、やい。走って午前中というかお昼ぐらいに走って、で午後です。17日連続ですね、やい。17だから6月末ぐらい。ですね。でも7月まだインスタライブやってないからやりたい。コラボインスタライブはやったけど、30日行く前にいつもね切っちゃうんですよね、わざと。なんか多分やろうと思ったらいくらでもできちゃうんですよ、毎日配信だけど。なんかすごい長すぎると使命感になっちゃうから、わざとやらない日を作ったりします。
ひょこちゃん食べ物記録とかつけるアプリは使ってる時もあったけど、めっちゃダイエット頑張ろうって時は使ってたけど、最近は別にダイエット頑張ろうみたいな感じじゃなくて、まあちょっとずつねみたいな感じでやってるので、メモはしてないし、メモをし忘れちゃう時があったりするからしてないです。そういうとこ好き、本当にありがとうございます。そう、あのモットーが、あの好きな時に、できる時にやるっていうのがモットーなので、無理やりはなんかやらないようにして。ヘイブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。あとは放送中とかはダメだっていうことを知ったので、あのいつもよりかは少なくなるんじゃないかなって思ってますね。例えば今日帰ってくるのがちょっと早かったか良かったけど、帰ってくるの遅かったらマヨラボがあったりするから、そうするとできない時とかも出てくるんじゃないかなって思ってるので、まあ誕生日はね割とやりますよ。ケーキを見せるっていう会をします。見てくださいっつって今年はドレスケーキですってそうなんですよ。だから見せる会をやります。来年はどうしようかな、ケーキ。あの一昨年がホットケーキで、ホットケーキを作って、クリームを作って、ピンクのクリームを作ってみたいなやつで、去年がそのもともと何で作ってたんだっけね、なんか作ってて、それに飾り付けをするみたいなやってて、今年はお寿司ケーキですね。ケーキみたい、ケーキはインスタグラムに載ってるのでよかったら見てください。萌えさん、萌え P さん、初見ありがとうございます。見てください、このドレスケーキ、今なら3,000円。平田さん、いいね、ありがとうございます。通販サイトみたいって聞いてたからあ、インスタフォローしてきます、ありがとうございます。ぜひぜひ、割と最新の方で載ってるのでよかったら見てください。あ、この後も更新しますね。あ、手作りじゃないです、あ、ドレスケーキは手作りじゃないです。ドレスケーキじゃないけど、お寿司ケーキは美味しかったです。2合分でした。3000円でいいな、何個でも、本当に何個でも買いますか何個でも買いますか、本当にですかじゃあインスタを更新しようかなって思います。フェスどれかはぜひぜひ、フェス待ってますよ。2個買ったら 10% オフ今なら 10% オフです急に怖いあ、秒速いいね、行きます。じゃあ文章を考えます。写真はもうね決まっているので、今回もインスタに載せるのは映像で、これはシネマの時に流れた映像かな。どうしようかな。あ、いいね、よし、こうなっちゃった、よし。で、全国ツアーのモニターにシネマ
気に来ていた。モニター映像。やっと外で会えますね。スーツじゃない先輩を見ちゃう。話題の映画におしゃれカフェ。夜ご飯も一緒に食べちゃうのかな。パークチョキ。二人でどこか行きたいんです。ちょっとわがまますぎたかも。積極的な女の子は好きなのかな。そうでもないかな。まことさん音符ありがとうございます。映画全国ツアーのモニター、全国ツアーのモニターにシネマの時にって歌詞、全国ツアーで、全国ツアーでシネマの時のモニターの映像で着ていたお洋服。夏いいです。よし。そう、前髪流してるやつよくあれですね、気づきましたね。よし、やっぱちゃんと見えましたか。トッシーさん、シャボン玉ありがとうございます。これと3枚のせます。よし、 OK、 投稿。投稿いたしました。きた、夏って感じです。投稿しました。あすさん、かわいい、ありがとうございます。ジャパネットのキワキさん、音符ありがとうございます。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、タキワキ。ただしさん、星ありがとうございます。SNSあげてみた。どれにしようかな。見てね。よし、間違えた、こういう時もあるよね。こうしてピン、どうしよう、何色にしようかな。ピンク、よし、オッケー。トラッシュさん、かわいい、深夜さん、キュンキュン、ありがとうございます。カフェコーデ載せました。3枚見てください。シアさん、キューキューキュー、ありがとうございます。今日スタバの茨城と栃木飲んできました。いいな、もうね、もうどこも飲めないと思います、私。ヘイブンさん、キューキュー、ありがとうございます。今日のお知らせは大丈夫かな。今日は、あー、言ったか言ったか、一
コラブ旅のやつを言ってないか。はい、それでこれ言ってなかった。はい、去年の夏に放送していただいたイコールラブの夏休み伊豆の旅のブルーレイが発売決定いたしました。すごいね、まさか出ると思ってなくて。私はカヌーをしました。イエーイ。あとドローンでも遊んでます。そう、カヌー。なんと未公開映像もたっぷり収録のトータル3時間42分9秒です。さすがですね。シーカヤック、なんだっけ、シーカヤックだっけ、忘れちゃった、カヌーだっけ。そしてですね、ブロマイド、ブロマイドって久々に言ったんですけど、生写真ってことかな、ブロマイドもついてきますのでよかったら。で9秒ってちゃんともう本当にその時間なんだなって思う。9秒もありますので。ヘブンさんいいね、ありがとうございます。ぜひぜひゲットしてください。なんかこういう感じの DVD は初めてじゃないですか、イコラブ。今までその CD の DVD だったりとかライブの DVD だったりとかはあったけど、こういうなんか遊んでるよーみたいなやつはなかったと思うので。レアですね。すごいなんか楽しいイコラブを、普通に素のイコラブを見ていただけたらなと思います。わっ、ひろしさん DJ ありがとうございます。ありが DJ、ありが 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 DJ、 チキ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 、ありがとうございます。ひらわたさんかわいい、ありがとうございます。社員旅行、確かに社員旅行はでも CD についてる DVD ですからね。そう、特典映像とか、そう CD についてくる DVD なので、こうやって DVD だけやつは初めてです。その私たちを見てください。ありが DJ。 合ってますよねこれ DJ で。あとはなんだっけ、あとは TVer をぜひチェックしてください。あれ TVer、 私あれ、私 TVer の引用リツイートしてない、なんでだ、さっきあれ、さっきツイートしたつもりだったんだけどしてなかった。あ、明日は君はイコールラブを愛せるか第2回目のやつだ、運動会の続きか。3時間、すごいな。ね、DJ ペンギンですよね。ツイートしてなかった、後でツイートします。1週間ですもんね、てか今ツイートします。今ツイートしちゃいます。なんでさ、ツイートしてないのかな私。ねえ、なんで、なんで、引用リツイート間違えちゃった、こうしてコピー引用リツイート、ハッシュタグ移行のい
どうですか。この移動ですか。昨日の放送を見逃してしまった方、また見たい方は、した。ああ、もういっか。私の抜き打ちシーフ見れちゃいますよ。ハンバーガー感想を待ってます。よし、ツイートできた。清水さん、キューキューキュー、ありがとうございます。口に出して打っちゃう。バーガーにします。仕事してて遅れました。お疲れ様です。ありがとうございます。ちゃんとできてて偉い。やったね。平田さん、水鉄砲ありがとうございます。感想リプで待ってます。平田さん、水田シャボン玉、ほのさん、キュンキュン、平田さん言ったわ。シャボン玉ありがとうございます。まだ見てない、ごめんなさい。ぜひぜひ TVer でチェックしてください。ひらわたさん、キュンキュンありがとうございます。ストーリーであげただけかね。そうでした。あ、今日の朝枝豆子食べました。あのお塩で食べました。美味しかったです。でも豆がすごいちっちゃかった。お豆ちゃんって感じのやつでしたね。まめちゃんって感じ。よいしょ、エクセレント、イエイ。嬉しい。来年リベンジしたいですね。枝豆子美味しかったです。美味しいよ、美味しかったです。ただお豆がお豆ちゃんって感じでした。そう、ひまわりちゃんもね、ちょっとつぼみが見えてきて、でもっとね、もっと大きくなるから、多分つぼみがまだまだなんですよ、きっと。そう。今年も種が、いや、もう今年は数えないかなって思ってますね。はい。多分同じぐらいだと思うのでね。し、それを取っといてもあの生えてこないことが分かったので、残念ながら。なので、だってあの1個しか発芽しなかったですもん、そもそもね。だから残念ながら発芽しない。清水さん、かわいい、ありがとうございます。伝説の配信だった、やった、ありがとうございます。あれは1回だから面白いんですよ。1回だからいいんですよね。うん、そう、来年は、いやー、なんか大きさが違うかった。そう、もうすぐ開花、いや、もうすぐなんかな、まだもうちょい、もうちょいかかりそう。今まだちっちゃいから、8月ぐらいかな、7月中に開花すんのかな。うーん、開花。ね、夏感じますよね。しかもなんかずっと緑だったのが黄色って感じになる、すごい嬉しいです。あ、まだ伸びると思います。平田さん、キュンキュン、ありがとうございます。うん、セブンイレブンから7月20日に、あ、花なな、な、花な、
花菜ななみさんね、あれチョコザワゴリゾー茶の宮後期に並んで花菜ななみさんですか。20日ね、オッケーオッケー。あ、私はパピコのレモンとあのレモネードをゲットできました。あとなんかソーのスパークリングなんとかっていうのがあったので買ってみました。知らなかったんですけど買ってみました。あと今日はファミマに行った時に、家の近くじゃなかったから買わなかったんですけど、あのザクザクチョコバナナみたいなやつとかなんかいっぱい見つけたんですけど買えなかった。そう、あ、まだあんちゃんよりか大きくないと思います。ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。またインスタとかに載せますね。今日そのそうかった、あ、私も今日買いました。おそろっち家の近くだ、いや家の近くじゃなかったから買えなかったです。そう、ゴリゾーさんもう売ってないんじゃないですかって思ってるけど、出会えないんじゃないですかもう。茶の宮貢献も好きだけど、花菜菜々美さんが出るからね。いや誰が決めてんですかねこの名前、すごいネーミングセンスですよね。バナナナナミさん、バナナナナミかな。そしたらバナナだしもんね。今までなんだかんだ茶の宮ゴリ、ん、違う、茶の宮ゴリゾーって何チョコザワゴリゾーとか茶の宮幸喜とかなんだかんだあったけど、バナナナナミじゃない違うか花ちゃんの花ですよね。花ちゃんの花って書いてバナナです。違う花なななみ、違う人出てきちゃった。ななみ、これあきららさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。見えない、これ花のななみだ。でもバナナですよね。すごいな、おいしょヒットしなかったひらがなだったら。花ちゃんの花、花ちゃんの花って書いて花菜って読むんですけど、でひらがなでナナで、実が実るの実で花のななみです。ね、こういうやつ、花菜のななみです。あ、チョコボールも見かけたけど、私前回チョコボール硬すぎて硬いってなったので今回は買うのやめますね、普通に売ってたファミマでね、お腹空いてきた、わかる、食べたくなっちゃうアイス。あとファミマのカルピスが飲みたいです。フラッ、どうやってアイスと出会ってるの？探しまくります。その例えばファミマになかったらセブン、セブンになかったらローソン、もうどこにも探してもなかったらちょっと離れたところとか、どうしても買いたいなら行ったりとかしますね。あとはどっかお仕事に早めに行って、あのその控え室で食べたりとかはあるかもしれない。
え、ゴリゾート茶飲み屋いた？本当だ。よく気づきましたね。本当だ。三つ目ですよって感じ。しかも髪の毛バナナになってんだ。アナログな方法、そうです。まあネットでポチるもありなんですけど、ちょっとそういうのは使わない感じですね。ザク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 チョコバナナね、気になりますよね。見かけたけど買えなかったですね。絶対ななみさんが発売したら茶飲み屋こう食べれなくなりますよ。恋が始まる。新生じいさん、じいちゃん、欲しい、ありがとうございます。誰かもねコメントで言ってた、ガツンのみかんのグレープフルーツが美味しいって。美味しいのかな、グレープフルーツ。あんまりなんだろう、あんまり得意じゃない、グレープフルーツジュースがあんまり得意じゃなくて。美味しいんだ、食べてみようかな。茶飲み屋こうき食べましたよ私。2回食べた、リピッタリピりました。いや苦い、なんか酸っぱい、甘いのが好きなんですよ私。そう、あ、全然飲めるし食べるんですけど、そう、あんまりグレープフルーツジュースはあんまり飲まないかな。うん、ですかね。甘いの大好きマンなのでね。あ、マンゴーは好きじゃないけど、今日は鉄分のあのマンゴー入ってるやつも飲んだし、この前横割りで差し入れいただいた時にマンゴープリンがあったんですけど、それも食べました。なんか前に比べてマンゴーは好きになりました。レモン好きです。グレープフルーツはなんかみたいな感じかな。そう、マンゴーは好きじゃないって言いながら、なんだかんだ私は自分で口に入れてる気がする。ヘイブンさん、シャボン玉ありがとうございます。シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだそう、苦酸っぱみたいな、そうそうそう。でもガツンとグレープフルーツちょっと気になる。あのね、あんまり好きじゃなくても食べたりするんですよ、マンゴーみたいに。それで意外と食べれるようになったり飲めるようになったりしてるから。そう、抹茶も意外と飲めるようになりました。抹茶のジュースとかアイスとか割とね。ニコ、大人になってるなって思う。そう、マンゴーはねもう自分から食べるぐらい好きになった。ビールもそのうち、まあ30歳とかになったら好きになるんじゃないですか。めっちゃ、そんなことないのかな。マサさん、かわいい、ありがとうございます。抹茶はね自分からは選ばないけど、なんかイコラブ入ってからぐらいかな、イコラブ入って2年ぐらいかな。そう、リサが抹茶が好きだから一口もらったりとかしていくうちに食べれるようになりましたね。そう、うん、ラワタさん、キュンキュンありがとうございます。あー、ソウの抹茶美味しそう。ソウの抹茶、抹茶だけですか。多分濃い抹茶は好きじゃないんですけど、ミルク抹茶とかだったらいける気がする。あのね、抹茶アイスとか抹茶のジュース、抹茶スムージーとかだったら飲めると思う。あ、抹茶ソフトいけると、もういけそう。でもなんか
抹茶がまんまついてるやつはまだ早いかもしれない。あのなんかチョコ、チョコもいけんのかな、でもあんまり好きじゃなそう。なんか抹茶の粉がかかってるやつはまだ早そうな気がする。スタバのはいけると思う。抹茶俺いけそう。もうねいける、どんどんいけるようになってる。ガリガリ君の話、あ、今日ガリガリ君のイチゴを買うか悩んで買わなかった。スーパーカップしか勝たん。スーパーカップ一番人気ですもんね。アイスと言ったらみたいなとこありますもんね。うん、フラペチーノいけますよ。苦いのが苦手。そうかもしれない。グレープフルーツもだけど苦いのは好きじゃないかもね。いちご美味しかったですか。大人のガリガリ君買うか悩んだんだよね。でもレモンめっちゃ買ったからいいかなみたいな感じ。スーパーカップ美味しいですよね。そうも好きだけど。しょこちゃんコーヒーいけます。そう、コーヒーはいけるんだよな。まあでもミルク入ってた方がそりゃ嬉しいけど、ブラックもいけると思う。うん、あ、ちょっと高いんだ。いちご全然値段気にしてないわ。コーヒーいけます。スーパーカップより層が好き。ジャリジャリ系が好きですか。評価系の紅茶飲めますよ。ミルクティーとかレモンティーとかの方が好きですけどね。うん、まあなんかそのものによるって感じですね。自分が好きじゃなかったら好きじゃないんです。でも最近は抹茶とかマンゴーとかは飲めるようになってたり食べれるようになったりしてるから。オッケー、アールグレイは飲めます。アールグレイゆっくり楽しみましょう。やっと会えた。メイキンふわふわ、間違えた。メイキンふわふわ、ホイップホイップクリーム、ホイップホイップクリーム。ヘイブーさん、だるまももも、ありがとう。だるま、ありがとうございます。あ、一応はましましです。今日は特別だ。ホイップホイップクリーム。恥ずかしい。アールグレイは結構好きです。リレンザさん、キュンキュン、ありがとうございます。アールグレイ。トシンさん、かわいい、ありがとうございます。だって飾り続けて販売休止中だけど、あやたかの抹茶ラ、あ、リサが買ってた気がする。前に1ヶ月ぐらい前かな。リレンザさん、キューキューキュー、ありがとうございます。コンビニか自販機かで、レッスンの合間だったかな、買いに行ってた気がするけど。クロさん、バラ、ありがとうございます。うん、絶対に食べれないものはないです。食べようと思えば何でも食べれます。滝川さん、キューキューキュー、ありがとうございます。ホイホイクリーン。恥ずかしがらないで。レッスン中何飲みますか。いろいろ飲みます。まあ基本的には水お茶なんですけど、ジュース飲む時もあります。マルチビタミンとか鉄分とかなんとかティーとか、その時によります。炭酸系もあったり。好きなもの飲んでます。そう。食べたくない、うん、自分じゃ選ばないとか。食べれます、何でも。もう50万超えてるんですか。ウィークエンドシトロン、すごい、ありがとうございます。ウィークエンドシトロンディッタッケー、ほんとだ、50万だ。あ、やばいやばいやばい。
本当だね、嬉しい。すぐすぐすぎちゅちゅちゅ守りたいしラララウェイラビュー守ってほしい。すぐすぐすぎちゅちゅちゅ誓います、ずっとずっと。いいですよね。あとちょっと頑張ったら週末だね、ラビー。やっと今日は金曜日、定時ダッシュ決めました。そへい、実は大都自由、君も同じですか。そうなんでしょう。もうじゃんじゃんかき鳴らそう、ラブソング。 Hey, I'm 愛だ、かきためたんだ。ここ好き。かきためたんだ、デュエットしよう、ご機嫌で。 Hey, I know and tapper、 Gimme, gimme。 リレンズさん、シャボン玉、糸パンさん、音符ありがとうございます。金曜に聞きたい曲ランキング1位、やい、やっと。あとちょっとじゃないけど頑張れそう。頑張ってください。ちょっと頑張った、ラブリー。ラグちゃんとパフォーマンスみたい。ぜひぜひライブに来てください。ぜひ。一回しかまだ披露してないからね。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。ラビーラブリーデジタッシュ。ミクシトロンディタニェ、広がるの甘い香りだけど汗じゃダメ、ティクタクイェイ。明日まで我慢だね、可愛くほらグラスアローピースたちを思うとじゃ甘すたっぷり、ママはちょっとだってだって会いたかったの。大好きよ、ダメ、クラブメンマン、セルチチンゴメン、カラのライセスマルチホメン。一人になれることの一個一にマイクペン、アミが叩いてたなとワープして TG 風乗りで抱きついてペン、タッ、徐々機嫌でめかし込んでバイ決まっちゃってない。トッシンさん、音符ありがとうございます。バイ決まっちゃってない、ごめんのっぽいメンマン、セルチチンゴメン。だってだって会いたかったの。大好きよ。いまだに覚えられない、これは難しいですよ。私もメモして覚えましたし、でごめんのぽいめんまいせるちちんごめん。今はブログが更新されていってますね。ブログ、私のブログも待っててください。ファンクラブの方しか見れないので、ぜひ登録して待っててください。We go see to tick tock yeah tick tock yeah。 ボボボボ言うております。イコールラブのリツイートでございましたね。カラオケ確かに難易度高そう。歌詞カード出たら覚えよう。あ、 YouTube にあの歌詞出てるのでよかったら。字幕あるので。すごいコラボリツイートするじゃん。たまにリツイートダッシュダッシュダッシュリツイートダッシュ決めましたね。たまにコラボリツイートラッシュになりますよね。夕方の台所届く、その心は何かを刻んでいるでしょう。何かを刻んでおります。ティージ出しきました。ソヘイ、アントニオさん、キュー
ありがとうございます。間違えちゃった。したえひひひひ、リツイートダッシュ決めちゃいました。ショコちゃんは何か刻んだ。ショコちゃんは今日は今日何か刻んだかな。今日は何か刻んだかな。刻んでないかも。昨日は大根を刻みました。今日はあー携帯をこう落ちそうになっちゃった。今日は刻んでないかな。今日はなんとなんかバタバタしてたかも。なんだかんだなんだかんだでバタバタしちゃって。クロさんバラありがとうございます。枝豆子は刻むほど量はなかったです。投獄しちゃってる。投獄警報を聞こえないふりして汚れているのを見てるだけ。パズルのピースははまることもなく手探りするけど。この前のさなつ今年の枝まりこ終わり。枝まりこって言っちゃった。枝まりこ終わりです。汚れてフフ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 フよく皆さんも覚えてますね。最近手遅れの振りを覚えてる。航空警報を聞こえないふりして汚れていくのを見てるだけ。パズルのピースはハマることもなく。いやいやいや、仕事が終わる時間だ。終わる時間だ。カメを気づいてる。気づいてカメを見せましょう。いい角度でピンク色のティントで噛みつく。ライン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 ユークラクラクラショーミー。手遅れの時にショコラか探したりしてるの。手遅れの時かわうわしゃれ。手遅れの時はなんかでも1曲目で手遅れってことないから、まあ、常に皆さんは探してるけどって感じかな。手遅れの時はとかじゃないか。大体把握してるかも。手遅れやる時はでもなんか手遅れは雰囲気を崩さないためにもこっちの方にこっちの方にショコラの方がいても汚れてとかはやんないかも。絶対まっすぐやってるな私は。うん、ウィークエンドシトロンのカップリング気になる。ウィークエンドシトロンのカップリングはウィークエンドシトロンティッタイエーイです。広がるの甘い香りだけど。あ、全部神曲ですねそれで言うと。だけど焦れちゃダメ。ティックタックイエーイイエーイイエーイとかともう撮ってますよ。イエーイってレックで撮ってます。イエーイ。オーダーリンとかもこの恋フォーエバーすっごく大人なフレーバーこれが君だけどねえ、いちゃん
プレゼントだってもっともっと二人ならこの世のどんなとこでも。そこもなんか全部撮ってますよ、メンバーの声ですよ。そうそうそう、ティクタクイエーイとか全部イコラブのメンバーの声です、全部全部。最初からそうです。そう、うんぬくんぬもメンバーの声です。なぎさの声も入ってるかわかんないけどメンバーも撮りました。来いよーとかあのマネージャーさんも撮ってた、男性のマネージャーさんも来いよーって、うん、全部ショコの一応ショコも撮ったけど、そのショコの声が入ってるか入ってないかは分かんないです。多分入ってると思ってるけど、そう、そんな感じです。結構ガヤとかも全部メンバーです。だってなんならそのイコラブ、うん、今この船に乗れも、うん、もうクラップ、私のクラップ入ってます。私のクラップといつもレックしてくださる方とマネージャーさんのクラップが入ってます。シカシカさん、かわいい、ありがとうございます。うんぬくんぬっていうのはなぎさのソロ曲で入ってるんですけど、なぎさがアンノーンのことをうんぬくんぬって呼んで、そう、うんぬくんぬってなりました。そう、クラップにできるなる。そう、パキワキ参戦です。だから全部メンバーとかスタッフさんとかがやってます。船のクラップは何でしょうか。あ、レックが最後だったからかな、その日の、そう、その日のレックが最後だったから時間あったから撮った感じかな。最初ふざけてるのかと思ってて、そのスタッフさんがクラップ撮るって言ってたけど本当に撮るんだってなりましたね。クラップ撮るのは初めてだったから。パシュワパシュワパッパシュワパシュワ、これは私歌ってないわ、だけどメンバーの声です。あ、レコーディングのことレックって言います。そうそうそうんぬくんぬ、んぬくんぬって英語っぽくなくないですか。でもでもヤミーもあれでしたもんね。ヤミーって何ですかみたいな感じだったもんね。あはは、は英語は苦手みたいですね。うん、フフフ、平綿さんかっこいい、ありがとうございます。まあ私も苦手英語。シュークかわいかったです、ありがとうございます。ワフさんかわいい、ありがとうございます。ヤミーの T シャツネットで見つけた、ウィゴーさんとメルルさんのコラボです。ふふふ、てゆか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 、闇ってなーにし、しし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 ょこてん。英語得意なメンバーはいないと思う。サナツンが韓国語が得意かな。ヘブンさんバラーありがとうございます。誕生日おめでとうって、ありがとうございます。はるかさん初見
ありがとうございます。振り袖はワインレッドみたいな、濃いピンクみたいな感じです。うん、シャコテン。サナツンは英語発音いいよね。うん、大学でそういうのをやるのかな、それとも普通に上手かったんかな。ヘイブンさん、トントイ、ありがとうございます。小さい服捨てて走り出す、ゴール地点手を広げて待っていてほしい。ああ洋楽聴いてた、なるほどね。洋楽はね全然わかんない。ビーゴー中のワンパバーナービックス、バーナービックスのデイボンしかわかんないかなしかわかんないことないけど、これが一番覚えてる。ヨシさん、キュンキュンありがとうございます。今の曲は英語の時間にやった曲草生やされちゃった今の知ってる方いないかな、知ってますか。英語の時間でやった曲なんですけど、なんてタイトルかわかんないんですけど、レディーガガさんじゃない気がする、忘れた。中学の時でしたもう一回、ビーゴージューノワーマンバーダーベックスバーダーベックスノンデイモンって曲ですワンモアプリーズって知ってる人いないかな。バンダナさん、シャボン玉ありがとうございます。わからないか、なんかね、太っててもいいじゃないかみたいな曲だった気がする分かんないか、そこしか歌えないんだけど、分かる方いた、ただ同じ曲を想像してるのか分かんないね、普通に歌があれだから合ってるのか分かんないし、タイトルが分かんないから、これだって言われても分かんないやわかんないな。一番覚えてるそこが女性の方の歌、女性の方だった、歌ってる方は7年前ぐらい、あでも7年前ぐらいかな、レディーガガさんじゃないと思ってるんだけど、があるどんとくらい分かんない、タイトル言われても。なんだっけ、ビッグビッグガールどんとくらい、あ違うかも、映像違うかも、ポニーテールのねMV はね、ポニーテールだった気がする、ポニーテールの女の方だった気がするあ、オールアバウトで、ちょっとですあ、これ
All About That Bass ってやつです。それ Because you know I'm Bad Avex Bad Avex Non Table ってやつ、これそう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 、これでした。 All About That Bass 出た、すごい。これを中学の時に、中学の英語の時間に月1でその曲が変わるんですけど、ヒントがちゃんとヒントしてやったそう、それがすごく記憶に残ってます。洋画で、洋画じゃない洋楽で、そう、よかったら聞いてみてください。あのこんな感じだからサビそう、撮っててもいいじゃないかっていう感じの曲です。すごい、皆さん、鹿島しょこちゃんの言った通り、本当にヘイブンさん、音符ありがとうございます。 GYAN さん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。結局全然知らなかった。あ、入りからその歌詞か。ビーコーユーノワバーダーベックスバーダーベックスのでも、そこしか歌えないんだけどそう、そこがすごくね記憶に残って、そこしなんかみんなで歌える子を歌ってみようって感じなんですけど、そこしか歌えない。24億回再生、そうなんだ。ありがとうございます。すごいすごいです。誰が一番早かったかな、すごいね。コペコペさん、コペコペさんが一番早かったかも。いませんさんも早いね。スカイさんも早い。すごい。カープさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。すごいねさすがですさすがですね、本当にMV 見てたけど本当にそんな感じになってるそう、そんな感じです、そんな感じです。間違ってない、やったね何でも褒めてくれる、ありがとうございますすごい、歌のおかげ、絶対歌じゃ分かんないですよねなんて逆になんて検索したら出てきたんですか、逆にすごっ、すごいな、すごいな、なんてどうやって分かったんですか。あ、月1回その洋画を聴く、あ、月1曲、その月でずっと同じ曲をあの授業やる前にやるってみたいな、やるみたいな。で、あ、みんな太ってもいい洋楽、あ、邦楽、間違えた、洋楽で調べた。あ、すごい、みんなそこ調べだったんですね。そう。癖本当に。ああ、英語の先生が、まあ英語だからさ、その英語の先生だからさ、日本の曲は流さないですよね。まあでもあの何でしたっけ？映画も見ました、英語バージョンで。うわ、なんだっけ、これはねすぐ出てくる、あのなんだっけ、私前言ったことある、クリスマスのに泥棒入るやつ、なんて言うんだっけ、それも見てました、英語バージョンで字幕が日本語で見てました。そう、のんちゅんさん、初見楽しみましょうか。カプチューン、そう、ホームラン、ホームアローンめっちゃ噛んでる、
カプチューンさん初見ありがとうございます。もうそろそろ終わるかと思います。そう、ホームアローン、ホームアローンは見てました。だからもうね、ホームアローンはね3回4回見たことある。家でも見たことあったし、その大体内容分かってたから英語でも分かった、大丈夫だった。ヘブンさんキュンキュンありがとうございます。こういうやつ。すごい、そのなんだっけ、アバウト、なんとかアバウトザットベーストみたいなベースか、知れてよかったぜ。3回か4回見たことある。そろそろ終わろうかな。オールアバウトザットベースかな。あ、ツイートしよう、ツイートしまーす、ツイートしまーす。あおちゃん初見初めましてありがとうございます。ツイート、ちょっと待って、誰かのフォンナンバーあの載せました、よかったら見てください。あの見てください。何に出てきたのかわかんないけど、なんかあったので電話してみました。あら、あら。ぜひリプリツイートよりツイートいいね、よろしくお願いします。それではランキングを読みたいと思います。インスタも更新したので見てくださいね。ツイッターも今更新しましたよ。やおー。13位ゆうじさん、12位ゆきだんごさん、11位七色さん、10位ときわさん、9位平綿さん、8位とっしんさん、7位みやひろさん、6位ポールさん、5位ヘイブンさん、4位てるんさん、3位人生じいちゃん、2位たなしさん、1位ひろしさんです。ありがとうございます。チキチキありがとうございます。2列目クロさん、しんやさん、フィズニャンさん、クロさん、イトパンさん、ファインゴールさん、コトラちゃん、FJ さん、サンタさん、アリスちゃん、リレンザさん、オーツさん、カープさん、ワッフさん、ケンケンパさん、ヒッキーさん、マコトさん、ヒロさん、サトシさん、リンさん、コロジーさん、イモモマさんです。イモモマミーさんです。ありがとうございます。4299人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。ヒロシさん、チキチキ。ありがとうございます。それではそろそろ終わろうかなって思います。イコラブの夏休み伊豆の旅のブルーレイが発売が決定しましたので、よかったらゲットしてください。スカイさんお疲れ、ありがとうございます。あとは昨日の移行の移動ですかの見逃し配信が TVer で配信されておりますので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。そして先ほど Twitter、Instagram 投稿したので、よかったらいいね、リツイート、引用リツイート、いいリプよろしくお願いします。たくさん拡散していただけると嬉しいです。初見の皆様ありがとうございます。ここら辺のハート白い方ポチッと押してピンクにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。感謝ありがとうございました。おやしょこー。